今回は、将棋ウォーズ、10秒将棋を3局連続やったので、それを振り返っていきます。どこが良かったか、悪かった点も含めて、いろいろ見ていきます。1局目がこれ先手ですね。ここまで相手居飛車の流れですね。四間飛車。で、こちらが四間飛車にしています。結構早指しですね、お互いに。これね、昨日か一昨日か取ったものを編集しています。美濃囲い。美濃囲いからの四間飛車ですね。これはまあオーソドックスな形ですね。で、美濃囲いからこれ今多分高美濃に持ってこうかなって悩んでるところですね。おっと、四間飛車から今度は向かい飛車に切りましたね。向かい飛車で、でも四間飛車諦めてないのかな。で、相手がこれ居飛車なんだけれども、銀が攻めに合流しないと、このままだと攻めづらそうですね。これ今飛車筋がお互いに合っているんですけど、どうなるか。端の歩を攻めていきましたね。あ、これは端そのまま歩をゲットしました。で、この相手の歩がついてきてるのは、これ取り返すと角が一気に入り込んできますね。7九角成で馬作られてしまうので、この相手の5筋の歩は取れないですね、これ。過去の自分の将棋を振り返ってね、どこ狙ってるかっていうのを見ながら、どういうこと考えてるのか。おっと、これは浮いてるな。浮き駒ですね。相手のミスですね。時間切れ勝ち。あ、相手がこれは勝負を諦めました。で、2局目ですね。1局目はもう相手のミスですね。特に見どころというほどの見どころがなかったですね。お前が先手だ。見ていきましょう。対局開始。またか、とりあえず角筋開けて、今度はどうなんでしょうか。振っていくのかな。相手の居飛車ですね。居飛車の筋を角で受けて、また四間飛車行きましたね。2局連続で四間飛車。で、相手はもうこれは居飛車でゴリゴリに来てますね。ただこれ、ただの居飛車ではないようですね。ただの居飛車だったら、相手の金の上がってくるのは不自然だなと思います。角交換を狙っていたのでしょうか。多分そうですね。角交換狙いですね。あ、相手の金の位置が今一つわからないな。あんまり良くないと思うんですよね。金が例えば5二金あたりで玉の前をガードしてるとかの方がもっといい気がします。で、これ今相手上がってきてる銀が、取れましたね、普通に。この相手の角筋が今飛車に狙い利かせてるので、桂が動けない状況ですね。桂が飛車の斜め守ってるので、ここはもう桂馬動けないので、なかなか面倒くさそうですね。
あ、これは相手の逃げ方が良くないですね。簡単に馬を作らせてしまってはダメです、ね。3、4、5、1、2。あ、詰んでますね。お前には2局目も割とあっさり勝ちましたね。やっぱり相手の中途半端な金の上がり方が良くなかったと思います。金はやっぱりもうちょっと自陣近くにいて玉の守りを固めていた方が良かったですね。で3局目始まりました。3局目今度は相手が四間飛車ですね。こちらは何で行くんでしょうか。居飛車で行ってますね。おお、なるほど。これ多分撮影したの一昨日かな、3日前ぐらいかな、昨日ではないと思いますね。これ結構あの内容が覚えてないんでだいぶ前かな、うん、昨日指した内容だったら結構覚えてるんで、まあ、2日前か3日前ぐらいですね。で、そうこうしてる間に相手が向かい飛車に来て飛車筋合わせてきました。3、4、5、6、なるほど。これ相手はまああの向かい飛車にしてはいるものの、まあ角がそのポジションだと攻めづらいなっていうふうに思いますね。2、3、あ、切り替えてきました。やっぱり角が3-3の位置になると、3-3はそこに銀がいた方が向かい飛車で攻めやすいかなと思います。で多分攻めづらいから切り替えてきたんだと思います。中飛車に切り替えてきました、うん。でその下がり方がねあんまり良くないなとは思うんですけど、まあ、一番後ろまで下がりましたね。私だったら5に飛車ですね。1、2、3、4、これ居飛車攻めきれそうで攻められないですね。ドイヤグラ、ドイヤグラです。私は結構ドイヤグラ好きなんで安定感があるんですよね。1、2、3、お、珍しく攻めを仕掛けてます。まあ受け将棋は基本でやってるんですけど、珍しく攻めていきました。これ端から行って銀で取って同香で同香かな。うん、最後角で締められるね。さあどうするんでしょうか。おっと、しつこく端攻めですね。これは相手どうするのかな。まあ戻るしかないんだけれども、そこに戻りましたか。3、4、5、6、それかな、違うと思うな。もう1、2、香なりで攻め込んだ方がいいんじゃないかな。1、2、3、4、5、6、いや違うと思うんですよね。なんでそう言ったんでしょうか。これ今相手飛車が攻めてきて、1、2、3、これで歩1枚損してますね。この地味な駒損が結構効いてくるんですよね。で1、3まで行って、でこれで相手もし桂が飛べば後ろに角が効いてるので、1、2、3、4、そうくるか。5、6、7、これなかなか難しいですね。強者に対して、まあ、歩の打ちどころによって角筋を止めちゃうと良くないんですよね。うん、やっぱり相手の角筋が、相手じゃないや、自分の角筋止められてしまいましたね。今の角で取っても良かったかもしれないな。なんとかして、まあこの自分の角を右上に持っていって成り込めればかなり有利になると思うんですけど、
相手がまあ塞いできちゃったんで仕方ないですね。これ飛車も成り込めないですね。追い返されました。これ相手うまく打ってますね。右下がもう制圧されてるのがかなり苦しそうですね。まあこの後の流れはおそらくここ中飛車突破されたらもう終わりですね。でこちら側からすると右上を制圧しかけてるので、ちょっとでも2、3歩で遅れてる感じの戦いですね。あーやっぱり飛車が戻されたのがきついですね。端攻めでうまく成り込んでいかなければいけなかったと思います。1、2、3、4、5、6。これだと駒が足りてないですね。1、2、3、4、5。だいぶ苦しい展開になってますね。相手の飛車筋をどうにかして止めないとこれはもう無理ですね。1、2、3、4。あ、これは相手が引っかかるかどうかっていうところかな。1、2。まあ今桂が一見すると馬でたどどりなんですけれども、馬が動いてしまうと相手の金が今度浮いてしまうので、意外といいトラップになってますね。まあ引っかからなかったんで意味ないですけど、でこれで同銀同金同飛車同飛車で1枚足りないですね。3、4。あ、結局中飛車突破されてますね。中飛車を守れるか守れないかがもう勝負の分かれ目ですね。突破された時点でも相手の大成功ですね。まあ、複雑な形になってますけど、これは押し込まれる状況ですね。これも1、2、3。もう玉の前最後の銀が効いてるだけですね。1、2、3、4、5、6、7。もうこれは無理ですね。粘るね。なかなか投了しませんね。3、4、5。これで、あ、詰んでるね。これ8、9、角成りでもう詰んでますね。あ、詰んでるんだけどな、気づいてないようですね。こっちに逃げちゃうとあんまり良くないな。まあ、ただこれはもう相手竜飛車馬もう圧力が強いですね。これはもう自然に詰むと思います。1、2、3、4。やっぱり中飛車の突破された時点でも勝負がついてましたね。1、2、3、4。ということで今回は5以上です。6、7、8、9。惜しい将棋じゃった。勝利はすぐそこじゃ。